なんか2人番組冒頭からなんか言いたいことあったよ、バルさんに。そうよ。何？一言物申す。昨日ですね、私とアミちゃん2人でテレビを見てたわけですよ。ああ夜中に、うん、そしたら最近もっぱちの CM が、あ、番宣ってやつね。そう、流れてますね。初めて見た。そうで、わあすごいねすごいね CM やねって、なんかテレビに出てる感あるよねみたいな話をして盛り上がってたんですよ。最後の最後、ある人物が一言、そう、さらへよっていうとこで CM が終わって、うん、これやろ。あれ、変装してますけど、あれ、俺です。え、変装してんの？一応、メガネとか、マフラーとか。あー、そういうことね。なるほど。そういうことね。ホニャ様みたいな。ホニャ様みたいな。ね。この CM、全部最後に一人で、ね、日高さんが持ってった形になって。うん。悔しいな。悔しい。な。いや、僕もあれ、見た時、ちょっと、笑っちゃいましたもん。いやいや、己で言うなよ。欲しいな。己で言うなよ。欲しいなと、正直。え、だって最終的にその、バルコニー日高さんしか残らないんですよ、あの CM。最後に、美味しいとこ持ってて。あれ、もっぱちの宣伝じゃない？え？バルコニー日高さん。個人的な宣伝？どんだけ俺を宣伝しても何の意味もないじゃないですか。何言うてんの？いや、一緒に買い物行った時も、店員さんがあの、俺より先にバルコニーさんに。ね、まあ、そういうことよ。ていうか、テレビ出てる感満載で自覚せえ。いやいや、なんかこう、お前ら二人も長崎のナンバーワンアイドルやで、二人。イエーイ、そうよ。怒られる。で、俺の主観でいくから視聴者の皆さんがそう思ってるかも。アイドルだよ。じゃあもう今日もね、バルコニー潰しで我々3人でやっていきます、はい、ね。はい、今夜もパチスタート。ポイントバトルー。何今の、何エモン今の。いやいやいや、ナレーターさんのつもり、北斗の拳のつもり。じゃあ行こう。はい、今回はパチスロ北斗の拳転生の書を使ってのバトルです。はいはい、まずは AT である東進演武に突入していただいて、うん、その東進演武の最後の方にある、うん、継続をかけた真剣勝負バトルな、はい、あれ熱いよね、あれ ね、うん、そのバトルで、うん、見事継続をかけ、うん、した場合、うん、その後残っている勝負玉の残りの数がポイントになります。よう勉強してるやな、はい、あれがね、うん、何発あってもね、うん、どうなるかわからな い、 どうなるかからない、ドキドキハラハラのバトル。その残った勝負玉の数がポイントになる。ポイントです。じゃじゃん、こんなもの用意しております。こんなもの、はい、おー、よう作ったやないか。でしょ。ここにこうポイント貯めていけばいいのね。そうです。あ、了解しました。より多くポイントが多い方のチームの勝利。勝負玉がポイントですから。す、勝負玉がポイントですから、はい、大丈夫。大丈夫。それではいくよ、頑張るぞ。イエイ。今夜の企画はパチスロ北斗の拳転生の書を使ってのポイントバトルになります。真剣勝負で継続した際に残っていた勝負玉の数がポイントになります。継続しなかった場合はポイントになりませんので、いかに連チャンさせるかが鍵になってきますよ。バトル舞台であるループ都議店は最新機種から話題の機種まで取り揃えた人気のホールになっています。バトルの相手はこちらの3人。久々の登場、グチオさん、なかなかの引きを持つヒロくん、こう一点のミッキー、モッパチームが勝利するとこちらのお米をプレゼント。モッパチームが負けた場合はどうぞおみやの肉巻きおにぎりをプレゼント。それではバトルスタート。ウェーイ。どうぞどうぞ。なんで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 アミン歌うの。私はこのポイント付けがかりで、はじめにチャンスが来たのはミヤ。残念、負けた。残念。しかしここでバルコニーにチャンスが。早速入りました。では行きます。安倍氏ポイントいっぱい貯めて。安倍氏ポイント貯めますよ。レインボーやないか。なんこれ、初めて見ましたね。初めて見たわ。なんすかこれ。どうなんの、どうなんの。逃げ。あ、
ラス。あ、これでもう AT 確定ですね。このテレビ出たがりっこか、このいいよ。さあ、先スタッフですね。甲信演舞一番乗りはバルコニー。はい、オーラ昇格して、最近ね、めっきり芸能人オーラもね、昇格してきたバルコニー、日高さんです。そんなことないっす、そんなことないっすよ。まだこっからですからね。そうね、こっから真剣勝負に入らない。勝負のポイントはまだまだ。バルコニー、いざ真剣勝負へ。果たしてポイントはゲットできるのか。あ、違う、これぐらいじゃあ勝てんわ。はい、少し押しつつ、チャンピオン、チャンピオン来た、チャンピオン来た。しかも右側のキャラはチャンスアップやで。もう行くよ、これ絶対行きますね。これ行って、7ポイント、やるやないか。7ポイント、7ポイント。バルコニーいきなり7ポイントゲット。これは幸先いいんじゃないですか。うちのお父さんやるでしょ。ついてこい、ついてこい。ついてこい。不安やわ。7ポイント、とりあえず。え、なに、あんた何やってんの。ポイントゲット。あんた、アナログポイントシステムってそういうことやろ。これまで2ポイントやな。あと5、あと5足して。ちょっとあんまりポイント取りすぎ。アナログやわ。大変だ。阿部ちゃん早くして、もう回すよ、もう回すよ。フルモット大きいシール用意してもらっておけばいいよ。助けてよ、待って。今10個溜まってる。10個、すごい。これをどんだけ消化せずにね、クリアできるか。バルコニー再びバトルへ。チャンス、これは。よし、やったー。7ポイント、まだ7ポイント、まだ7ポイントです。やるやな。7ポイント、7ポイントゲット。バルコニー大活躍ですよ。飛ばしていくよ、もう血が赤いですよ。ここでようやくホールチームも等身演舞をゲット。うわ、北斗揃いやん。わ、すげえ。ヒロくん、やばい、やばい、俺継続するぞ。やばい。なんとヒロくんは北斗揃い、さらに隣のミッキーまで等身演舞ゲット。これはやばいんじゃないですか。ここでバルコニー3度目のバトルへ。またもや7ポイントゲット。あるね、また阿部ちゃん、ごめん、また7ポイント追加。大変なんだけど。7ポイント大変ね。もうこれ大きいシール用意しておいてほしかった。そうね、つけといてね。北斗揃いのヒロ君はスペシャルバトルを順調に継続。ここで隣のミッキーにチャンスが。百裂乱舞、何歩貯めるの。はい、2個いった。百裂乱舞から勝負玉9個ゲット。のんびりしていられませんよ、もっぱち頑張って。ここでミッキー真剣勝負へ。これで勝てばポイントゲット。はい、あー、どんどん振ってる。あ、勝った。オッケー、勝利、12ポイントゲット。イエイエイエイ。ループチーム12ポイント。
10ポイントゲットです。阿部ちゃん、まだまだもう大変アナログすぎるわ。まだ間に合ってない。残り13個からラスト、ラストやばい。あら、ちょっと下の数年だとそんなものと。あなた何個玉あったのよ。13です。13ストレート負け。13ストレート負け。アホー、そういうこともあるんだ。2つパターンあるよ、これゲーン、ないけどね。あー、やっちゃった。いやいや、やっちゃった。頑張った方でしょ、頑張った方でしょ。頑張った。今21対12です。勢いに乗るホールチーム、モッパチは勝利できるのか。近いっすよ。まだ817安倍氏。大丈夫、大丈夫ですかね。やってる僕はもうとっくに2000安倍氏超えてるけど。やばいやばい、逆転される。誠意を残し、みんな東進円部突入。しかしなかなかポイントにはつながらず、両チーム接戦ですよ。真を倒そうとか真の男ですね。まあ一発で買ってくださいね。2個あれば余裕。余裕言いましたね。出て。楽しみ。バルコニーさん。大丈夫。安倍氏が1残ってるんだよ。1発動されるから今から見てね。1安倍氏ね、これ当たったら奇跡よ。なら、バルコニーさん、めっちゃ気合を入れてください。これで当たったらマジで奇跡よ。切ないね。当たるわけないよ、当たるわけない。当たるわけない、当たるわけない。さっき言ってたのどこ行ったの。あれ、ちょっと待って、今何ポイントは。まだ2ポイントしょ。もうあと2ポイントの差ですよ。ね、やばい。生産、生産だよ、生産。まあ生産だけどさ。なんかまだ。何？まだ天井まで500安倍氏。時間ない。真の男、口尾さん。はい。見せ所まで。
た来ましたね。来ましたね。これで。ほらこれ。ほらーやったー。言ったらやる男です。ここでついに逆転されてしまいましたよ。ここでやっとセイも等身演武ゲット。もう時間も残りわずかですよ。頑張ってください。赤オーラやで。俺プライベートでも赤出したことない。初めて見ました。よっしゃ行こう。はい、来ました。真剣勝負14個勝負玉溜まってます。させてよ。時間切れですよ。結果発表。はい、もう皆さん見て分かる通り。分からない。分かるでしょ、もう。何ポイント対何ポイント？まあ、48ポイント対23ポイント。本当に合ってる？ちゃんと数えてみて。ちょっと分かんない。でもそんな時間ないわ。このアナログポイントシステムで本当も。ウープチームの勝利です。わい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 。よかったわ。なんかもう全部見せられたわ。本当ですね。ね、もう西国記録もすごいの出したしね。やるじゃないか、本当もう。すごい。すごいね。何？1200点。初当たり。ちょっと遅すぎないですか？エイさん。まあ俺もう最初からね、あの勝負玉2個持ってる人なんで。そんな関係ない。ダメ。ダメ、吸えない、吸えない。でも3人楽しめたでしょ。すごかった。俺初めて見たよ、北斗さん。初めて聞きましたね。もう2人も SP バトルで興奮して、たかだか3連ちゃん。いや、書店見たかったです。いや、すごかったよ。すごかった。でほら、百裂乱舞、ね、って あったなみたいな、あったなみたいな。すごかったよ。すごかった。最後盛り返したし、ね、そうですよ。名言もたくさん出ましたから。もうなんかもうこの2人ただのもスロット好きでもかっこいいやったもんね。2人で楽しんで ね、 そうですね。全部設定あれよ。設定はもういい。これのだけあれってことないじゃろ。それは多分勘違いじゃないですか。どうぶっちゃない。私に言われても。頼むぜアミバ。頼みアミバ。今日誰も出なかったですね。誰も出なかった。誰も出なかったです、ね、ちょっと楽しみしてたけど、うん、あー悔しかった。うん。いや、まあでもね、もういろんなこう挙動もあり展開もありで、うん、ちょっと楽しみましたんでね。もうこの続きはね、うん、ホールでバッチリ楽しみたいと思います。というわけで今回はね、ホールチームの勝利。はい、今回はループ都議選からお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今週こそね、もう豪華プレゼント届けたかったんですけど、いやでも本当あのね、全部同じなんでしょ。最後の最後まで疑ってますけど。同じですよ、ね、一番上の。はい、あんだけ挙動ちゃえばさ、なんか戦えるか、うん、戦える気がする。ただね、もう気になったんですね。容量悪いアナログシステム。頑張ってましたよね。でも言えばこちらのおじさんもね、もう国の言葉忘れて一生懸命標準語で喋るわけでしょ、あんたも。喋ってました。もう違和感満載で。本当ですか。もういいわ。もう今週のキーワードいきますよ。キーワードはアベシ。いやいやいや、そこ真剣勝負とかじゃない。違う、アベシ勝負だ。もずっとフィーチャーしちゃったよ。やっぱりだってアベシステムでしょ。自由やわ、自由やわ。そう。おやすみなさい。自由よ、本当も。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。
パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。